ない。母上がいらっしゃってくだされば。若様、何か召し上がります？飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ、私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ、お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか？彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に。母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じてどうしない、よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら。お父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が。若様も同じでございます。ここにいろ。いざ勝負。これきし南本領。
ヒガンバナを探してよいぞ。どうしてここで探すのです？お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか？男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。はあ、岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との？母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。その墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。
何ということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいるおばうえも嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓に華麗な仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方猛虎がおる。お待ちを。毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。したはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。
あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては、石杖や水の削りし岩岡な。家も命もいたずらにして、お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。